はい、どうも皆さん、こんにちは、なべです。今回なんですけれども、パンクラスで行われた、鶴谷レイ VS 秋葉選手の試合について感想を言っていきたいと思います。まあ、試合結果はですね、1ラウンドで鶴谷選手がバックチョークで一本勝ちだったんですけれども、ちょっとまあ、危ないシーンとかもありましたね。試合内容的には、その1ラウンド始まってゴングが鳴った瞬間、グローブタッチして、速攻、ちょっとグレコローマンっぽい、タックルを鶴谷選手がして、まあ、そこからスクランブルの、展開になってくるんですけど、まあ、結構面白くてバック取ったり取られたりっていう、秋葉選手もすごい強くて、まあ、鶴谷選手って結構レスリングやってて、そのしかもジムがパラエストラ松戸なんで、やっぱ組すごい強いというか経験すごい、まあ、持てるっていうところで結構組の展開苦しくなるのかなと思ったんですけど、全然鶴谷選手に対して結構バック取ってたし、なんなら腕十字決めそうだったんですよね。一回セットして入ったんですけど、そこから回転体で、まあ、鶴谷選手が抜け出して、で、そこからまたスクランブル、バック取られて取ってっていうのがあって、最後ですね、最後のちょっとスクランブルの時に、秋葉選手の右手を、抑えながら、胴回しで足でクラッチして、バック取って、まあ、右腕、その腕に縛りつけてるんで動かせなくてバックチョークして勝ったっていう感じだったんですけど、まあすごいいい試合でしたね。まあ、若干荒削りというか、これその一瞬の隙も見逃さないプロ中のプロと戦ったらどうなるのっていうような試合では、ちょっとそういったプロ、本当にトップ中のプロとやったらまだ怪しいんじゃないっていうぐらいの感じではあったんですけど、やっぱあの年齢で5000無敗かな、今回6000無敗かなっていうぐらいなんですけど、やっぱすごい鶴谷選手強いなと思いました。で、秋葉選手もすごい強いなと思いました。ほぼほぼ勝ったと言っても過言じゃないぐらいすごい綺麗に腕十字決まってたんで、まあ、そこから抜け出した鶴谷選手はものすごいっていうだけなんで、まあ、ぜひね、今後、まあ、日本でフライ級今ちょっと盛り上がってきてるんで、日本でやるのもいいなと思うんですよ。まあ、USC ってその、平達郎選手と井上直樹選手、フライ級なんですけど、取ったのって、その、10戦無敗、日本で10戦無敗になってから USC と契約したんですよ。なんで、鶴谷選手も、そういった感じで行くのであれば、もう3、4勝か5勝してから、まあ、USC と契約だと思うんで、まあ、結構4勝、5勝というか、そんぐらいの試合数を重ねるんであれば、結構ね、北方選手だったりとか、まあ、福田選手だったりとか、村本選手だったりとか、新龍選手だったりとか、面白い選手、日本全然フライ級いるんで、その辺とやってから、勝って、もう日本で相手いないよってなってから、USC 行くとこ見たいですね。まあ、平選手はほぼほぼ、なんか空気的に、いやもう、新龍選手も、ね、やる必要ないっしょ、みたいな。みんな強いでいいじゃん、みたいな感じで。まあまあまあみたいな感じで、平選手行ってらっしゃいみたいな感じの空気だったんですけど、まあ、鶴谷選手ってまだその絶望的な強さを持ってるわけではないんで、まだそのやっぱ年齢も若すぎるというか、まだ始めたばかりだと思うんで、今後もっとすごい強くなってくると思うんで、ちょっと注目して見ていきたいなと思いました。ということで今回は鶴谷選手の試合について感想を言っていました。お疲れ様です。